さんこんにちは、みのりです。今から白塗りのメイクオーバーをしようと思います。じゃあ今から白塗りメイクを始めます。じゃあまず乳液とか化粧水とかで肌を整えていただいて、この後ベースに入るんですけど、Mitsuyoshiのグリースペイントっていう、とベースを塗るときは私はこういう使い捨ての角切りスポンジを使ってます。ベースを塗っていくときのコツはポン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 という感じで流していく、叩くみたいな感じでやると綺麗になります。染めるまでに白塗りがつかないようにしたりとか、白塗りのこのベースが唇につかないように唇の中に入れて閉じてください。ここを入れとくか。Mitsuyoshiのフェイスパウダー、ツーウェイケーキっていうファンデーションを使います。でこれの塗るときのコツが、パフに完全に粉をつけてください。隙間があったりすると、このベースがスポンジに当たって剥がれてしまいます。最初は優しく歯を押すような感じで、ここでこすって、こするようにしてつけてしまうと取れてしまいます。一回押したら叩きます。こうやって叩くことによってムラが少なくなります。今日は気流洋服が水色なので、水色を中心にアイメイクしていこうと思うんですけれども、水色の反対色の黄色もちょっと使って目が目立つような感じにしていきたいと思います。なるべく先が細いやつを使ってください。
です。じゃあ今から、アジサイの乾燥させたもの、花びらですを、このつけまつげ用の糊でくっつけたいと思います。ちょっと押さえててください。安定します。今からつけまつげをつけます。メイクが終わった後に、このまつげに白塗りの粉とアイシャドウの粉がついてると思うので、それを取ってください。この白いのを取るとつけまつげをした時に浮かないっていうか、ついてるとちょっとまつげが無駄になって見えるみたいな。取ってください。このつけまつげは舞台用の長いつけまつげ と、普段用のちょっと短めのまつげを2枚重ねて作ってます。あと色もちょっと染めてます。もともと白っぽいやつだったんですけど、緑にしてます。で、私の白塗りメイクではつけまつげとカラーコンタクトは絶対に必要です。なんだろう、白塗りだと色がなかったり、カラーコンタクトがなかったりするとすごい浮きます。じゃあ次は下まつげをつけます。このまつげは上まつげ用ですが、下まつげに使います。今から眉毛に色をつけていくんですけれども、この時はもう一番、なんだろう、オーソドックスというか、普通のまま、その髪の色に合わせて眉毛の色も同じ色にするっていうのがすごくいいと思うんですけど、今日は髪の色を白にする予定なので黄色にしたいと思います。アイメイクにちょっと入ってるので、ここまで来たらほとんど終わりなんですけど、ちょっと全体を見ながら目元の足りない部分とか色とか補充をしていきます。目が小さくてコンプレックスの方はこの部分をトライアングルでと結構目が見えます。今まで塗ってきたアイシャドウとかが白い肌の部分に落ちてたりするので、それをちょっと払います。ここまで来たらもうほぼ完成なんですけれども、最後に口紅を塗るので、その前にリップクリームをつけてちょっと乾燥を防ぐために、はい、塗ります。次は口紅なんですけど、私の場合はアイシャドウを使って口紅の代わりにしたりしてます。先ほど肌に塗ったグリースペイントと、リップクリームを混ぜる。でこの状態のままだと歯についちゃう場合があるので、私はアイシャドウで抑えます。じゃあ最後にコンタクトを入れます。今日はグレーのカラーコンタクトです。とコンタクトを入れる時に、上のまつげと下のまつげがとっても長いと思うんですけれども、下のまつげこっちの手ですね。コンタクトはできるだけすごく発色のいいものを選んでください。白塗りで、なんだろう、ギャルとかが使う結構茶色になるとか、ちょっと変わるやつだと全然発色したように見えないので、なるべく色がはっきりしてるものとか白っぽいものを選ぶとすごく可愛く。これで白塗りメイクは完成です。メイクが終わったので、リップとお洋服を塗ってもらいました。完成したので、今日は水色のお洋服を着てるんですけれども、ロングドレス
ぜひ試してみて